ージを見せてやる。どうだ、行くなあ、根性だぜ。どうだ、そこだ。持ち前のガッツで頑張るしかないぜ。なあ、はい、どうも、ジミジムです。まあ、キャプテンスキル、キャプテン翼スキルです。はい、いつもね、まあ、TMT ゲーマーで、まあ、言ってるんだからね。はい、ごめんなさい。もう今日はですね、まあ、石崎亮、ね。まあ、動画一切ありませんから、まあ、ちょっと弱いじゃないかっていうね、まあ、思っております。はい、じゃあ、早速見ていきましょう。優勝限定、何これ。これ見れるかな。はい、ステップアップ。一枠、まあ、ステップ5。あっち、ステップ10で確定。マジかよ。もうほんまに、もうすごいね。新画面ブロック。これ、もう既存のデータじゃない。既存の技ですよね。まあ、ディフェンス、まあ、2万3000だったら、まあ、悪くはないですね。平均したら、まあ、8000ぐらいですよね。それぞれ。まあ、いいんじゃないかなと思います。力選手と日本選手、日本人選手5人いると全パラメータプラス 20%、 全パラメータプラス 15%、 あともう時間短縮もあってペナルティエリア以内で、まあ、パラメータプラス 15%、 まあ悪くはないですね。まあそんな断髪的に、まあすげえ人じゃないと思うんですよね。はい、では早速もう確認してみましょう。今日ねガッチャ1回やるかな、1回やると思います。はい、じゃあ早速見てみましょう。はい、ディフェンス、パスカットはですね、まあ、あのブロックはまあ一番いい、重要ですよね。まあ、ディフェンスとしては。まあ、何が言うと、ブロックはね、ゴールは防げるでしょ。それは一番のポイントですよね。あと、パスカットとか、まあ、タックルはまあいいんですけど、ブロックはまあ、高いのはまあいいです。ただ、ブロックして、次のどういう風に進むか。まあ、データなしに早くね、まあ、手動でパスを回せればいいんだけど、隣にもう、相手がいると、マッチアップするでしょ。それで、シュート、ドリブル、パス、どっちかね、強くないと、ダメなんですよね。これ、直接ね、ボール奪ったら、まだ、脅威になるから、まあ、今回はね、正直、まあ、ちょっとね、弱いです。ガチャをやる前に、もう今回の石崎亮が本当に一番強い石崎亮であるかどうか、ね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、じゃあ早速ね、もう今日ね、パターンはちょっと変わります。一応こういう風にね、まだ最強のキャラね、誰であるか。まあ、若島津はね、まだやってないんですけども、まあ、今週中にまあ出します。はい、ちょっとね、忙しくてね、ミニチャンネルもいろいろね、やることあって。はい、まずね、ブロックですね。まあ、前言った通り、やっぱりブロックを、まあ、一番重要ですよね。とりあえず、ブロックしてもらう、という、まあ、ことは、まあ、重要じゃないかなと思います。はい。一応、残念ながら、3番目ですね。3番目です。ブロックは3番目となっております。1位と、これとか見たら、まあ、2位の方はね、8500だ。やっぱりね、ブロックを、必要だったら、まあ、絶対この2つね、玉際のスーパーガッツと顔面ディフェンス職人っていう。 So the which of the great at the broke is the ball focusing super gat and the face defense expert. Today's Isaac Liu is not the top, not the top in broke. はい、ということで、まあ、ブロックだったら、まあ、3位だったらまだいいですよね。はい、ディフェンス一番強いのはやっぱりこっちですね。これ見てください。これ総合値めっちゃ高くない？めっちゃ高いよね。ただこれがパスカット一番強いですよね。じゃあパスカットちょっと見てみましょう。はい、パスカットは1位。パスカットは1位ですけれども、自動パスカットはないよね。自動パスカットパスカット、まあどうでしょう、どうでしょう、まあ
途半端に高いです。これもちょっとね、あのパスカットあんまり重要性も感じてない。あとタックルですね。はい、タックルは2位。まあ本当に微妙な感じですね。微妙な感じですけど、まあそこまでね、まああの、まあそこそこ強いんですよ。多分2位だと思います。So the final English that was the, for the defense, that was the number one. Number two, Pascal broke and tackle that were really averagely high. まあ平均的にまあ高いので、もっと高いのはまあやっぱりこっちじゃないかなと思うんですよね。So that's the top one for defense. But for defense, when you stop the ball, you have to do the pass or shoot or dribble. To if you have low at this, your ball will be pushed to your enemy. So it was different to choose. はい、まあこの人はまあ強いだけど攻撃性はねちょっとね弱いんですよ。これ本当に敵に、あの、つかされる、その弱点にね、つかまれる可能性あるから、まあ、ディフェンス一番強いんですけれども、ここはね、ちょっと弱いんですよね。So, they were so weak. So, let's see, below the 5,000. So, they're very dangerous if you get the ball. They're very dangerous. So, まあ、だから、さっきのブロックのところ、まあ、めっちゃね、評価しにくいんですよね。めっちゃ評価しにくいんですよね、これは。はい、まあ見てください。これ、まあ、ディフェンスだったらね、まあ、あの重視だったら、まあ、こっちの方がいいんですけど、総合的に一番強いのは、まあ、誰やっていうことで、いや、パスで、まあ、見てください。こういう。まあ、どっちか言うと、まあ、こっちじゃないかな。総合力ね。まあ、高い人は。So maybe that was the final the best Ikizakiryo in the Captain Tsubasa. Focus head on the breakthrough. It will be great at dribble and great at pass. You will easily to deal with the ball when you get the ball. はい、まあこれ総合的にまあ使いやすいんじゃないかなと思います。まあ弱点つかまれることはまあないんじゃないかなと思います。あとね、特技ね、あの、まあどうかなと思うんですけど、ブロックで見てください。まあこれはまあベストじゃないかなと思うんですよね。これまあ色ちょっと変えて、まあこれにしましょう。やっぱりね、今日はね、今日のキャラめちゃくちゃブロック高いね。So averagely that was the best, but for the full time, the full power time, the broke is the best.Best in today's game. Oh, it's very difficult to chew this. Okay. まあタックルとかまあ見てください。タックルもまあ一番ですね。インターセプト。インターセプトもまあ要はフルタイムの時だけ、フルパワーの時だけ。So in a full power time, today's Ishizaki Ryo is the best.はい、まあベストにしようかな。 So if you have your hand is very quickly, so you don't think this dribble shoot pass, you just pass the ball back manually to your teammate, that will not think of it. So maybe this guy is the best, maybe this guy is the best averagely. So it's determined on your way to use the Ishizaki Ryo.OK, まあ、あの、Ishizaki Ryoね、まあ、今回はちょっとコメントしづらいですね。まあ、トップ3はもう絶対、まあ、入ってる。So, it will be in the top 3 in, for Ishizaki Ryo. But for this thing, it just also passed a dribble at over 5,000. まあ、5,000、まあ、より、まあ、高いので、まあ、いいではないかと思うんですけど、パスカットタックルあんまり嫌いな人はね、まあ、こっちの方がいいかもなんですね。もう一タイムでもめちゃ評価しにくいですよね。明らかにちょっとバランス、まあ、結構取ってるっていう感じかな。こっちとこっちだったらね、まあ、こっち選ぶんでしょ、ね。こっち選んだ方がいいと思います。タックル、パスカットはまあいいでしょう。これ一番強いので、たまにね、パスカットもタックルも防げるし。So if
I also think if you choose this one, you'd better choose this one better because it's great broke. It maybe can stop the pass and the dribble. It's so great to do it. まあこれは試合中日本選手多いほど、まあ、パラメータプラス 10% なのでまあいいではないかと思います。はい、これ 10% 乗せたら、まあ、9500と、まあそんなにね大きな差はない、まあ、500ぐらい、まあ、500、600ぐらいですね。 OK, I determined now that I decide now this one is the best, this one is the best. まあだからまあ今日のキャラじゃなくてこれは一番強いキャラじゃないかな、ブロック一番強いあの石崎亮は今回の、優勝者ですね。あ、これかな、はい、これは一番ですよ。 So this was number one ball focusing super gas if you so to compete with today's characters for 石崎亮 so I think this was the bestOkay, that's all is my evaluation for today's gacha. So let's do that. Let's do that. So which guy is the best? Let you check. Oh, まあこれちょっとね初めてなんだけど。So which is the best guy? Let's try. For that? Not this.Oh, it's difficult to choose which guy is the best. It's not that guy. Oh, it's difficult to find that. I don't. Oh, this one. I think this one. Oh yeah, it's this one. Let's check it. So, not this one. ボール際のスーパーガッツか。ボール際のスーパーガッツ、ごめんなさい。もうさっき見ちゃったよね。これ。ごめんなさい。あ、これね。So this one is the best. This one is the best for from now. So it's by now is also the best. So it's different. They have no two face. It's very different from the other guys. Other guys when the car they have two face, it is the best.まあいつもね、まあ、顔2つあったのはまあ大体ね、まあ、結構強いんだけど今回はまあちょっと違いますね。はい、というところで、ね、まあ、ちょっとガチャやってきます。まあ、ちょっと、まあ、無理、まあ、多分ね出ないと思うんですよ。出ないと思うけどね、まあ、ただ SR もちょっと1つ今回はねイベントねクリアしてボール30個もらったので、はい、これで終わりです。50ボール終わりました。はい、ということでもうないということです。もうもったいないです。まあまあまあそんなね、まあまあ結構、まあ、2番目ぐらいかな、2番目の位置付けでまあいいんじゃないかなと思います。はい、まだね今後まだ明日かな、動画ましたまだ出しますけど、このイベントね、まあクリアできました。まあどういう風にクリアしたか、やっぱりね、ブロックを利用して、まずシュートしてブロックしてもらって、それでパスを奪う。それで直接シュート。今回めっちゃ難しいからね、自分も何時間試したかな。めっちゃ難しくて、もう一応ね、もう全部もらいました。これをもらったボールで、ね、もう今日ガチャやりました。はい、というところでね、終了しちゃいます。今日は一番強い石崎亮はまだまだ古いやつでボール際のスーパーガッツであります。 Ball focus is super gas is the best 石崎亮。 So today's guy, if you get this you don't need to do today's 石崎亮ガチャ。 So thank you much, see you next time. Next time I will introduce how to clear this game, how to clear this game to utilize the broke, shoot theDefense and they broke it and do the pass and you pass into the interceptor, then use the shoot. So I can't record the shoot
shoot video. Just a video of that. So I will let you see how I get this reward. Yes, you will see that. Okay, thank you for seeing me. Bye. はい、それでは皆さんまた次の動画でまた会いましょう。バイバイ。